労働組合の中央組織連合の定期大会が昨日に引き続き開かれ、吉野智子会長が再任されました。任期は2年間となり、会長として次の衆議院選挙に臨むことになります。賃上げの機運を高めていくということでは、立憲民主党、国民民主党にもその意味では連合の政策として働きかけは今まで通り行っていきたいというふうに思っています。連合は立憲民主党と国民民主党それぞれの支援組織であるものの、傘下の産業別労働組合ごとに支援政党が分かれる、いわゆるまた先となっています。岸田政権をめぐっては、国民民主党との連立政権構想がくすぶるほか、労働組合出身の矢田和歌子氏を総理補佐官に起用するなど、野党の分断を狙っているとの見方もあり、連合としてどのような立ち位置を取るのか、難しい舵取りを迫られることになります。